皆様こんにちは、万別花丸です。四国メタンです。前回のレビュー動画第1弾はたくさんのご視聴ありがとうございました。今回は前回紹介したミニ PC にフリーのナス用 OS であるオープンメディアボルトをセットアップしていくよ。いよいよ本格的にナスとして使うわけね。オープンメディアボルトは Linux の一つであるデビアンをベースに開発されていて、 Windows のファイル共有プロトコルである SMB にも対応しているよ。今回の動画の流れは特徴の章でオープンメディアボルトの特徴について説明して、次にインストールメディアの作成方法について解説するよ。その次にインストール作業について説明して、その次に初期設定について解説するよ。その後共有フォルダの作成方法について解説して、検証の章では共有フォルダにクリスタルディスクマークでのベンチマークをして、実用の章では実際のファイル転送速度を見ていくよ。それでは行ってみよう。オープンメディアボルトの特徴として、軽量、必要要件が緩いこと、ウェブブラウザベースの UI、 日本語に対応していることが挙げられるよ。またラズベリーパイ用のイメージも存在していて、ネット上でも情報が多いよ。日本語対応で情報も多いのは良いわね。注意点として、 OS 用のドライブとデータ用のドライブは別で用意する必要があるよ。次はインストールメディアを作成していくよ。まずは 4GB 以上の USB メモリや SD カードを用意しよう。僕は余ってた 4GB のマイクロ SD カードとカードリーダーを使ったよ。今回はインストールメディアを作るのにルーファスっていうフリーソフトを使っていくよ。概要欄のリンクからポータブル版をダウンロード、次にオープンメディアボルトの公式サイトから ISO ファイルをダウンロードするよ。これも概要欄にリンクを載せているよ。ダウンロードした ISO を USB メモリに書き込むためにルーファスを起動して、デバイスでインストールメディアにする USB メモリや SD カードを選ぼう。デバイスの中のデータは消えてしまうので、必要ならデータをコピーしておこう。次にさっきダウンロードした ISO ファイルを選択しよう。そのままスタートを押して ISO ファイルを書き込もう。書き込み時にこのようなダイアログが表示されるけど、上の ISO イメージモードで書き込む推奨で問題なくインストールができたよ。書き込む際にダウンロードが必要ですというダイアログが表示された場合は、はいを選択。デバイス内のデータが消去されるというダイアログが出るので、問題なければ OK をクリック。数分待つと書き込みが完了するよ。次にオープンメディアボルトのインストールをしていこう。作成できたインストールメディアをミニ PC に差し込んで電源オン。 BIOS からインストールメディアを読み込むよ。上のインストールを押そう。ここでインストール時の言語を日本語に設定できるよ。国はもちろん日本を選択。使用しているキーボードを選択したらしばらく待つよ。今回は PC 上に LAN が4つあるので、メインで使うプライマリネットワークインターフェースを選択。今回は1番番号が若い ENP4S0 を選択したよ。次にネットワーク上でのミニ PC のホスト名を入力するよ。今回はデフォルトのままオープンメディアボルトに設定したよ。次にドメイン名を設定するよ。今回はデフォルトのままローカルに設定したよ。ホスト名とドメイン名は後からでも自由に変更できるので、迷ったらデフォルトのままで良いと思うよ。次にルートアカウントのパスワードを設定するよ。ルートアカウントはいわゆる管理者権限、 Windows でいうアドミニストレーターなので他の人には教えないようにしよう。ここで英語のダイアログが出てくるけど、内容はこんな感じ。次のリストから OS をインストールするストレージを選択してください。ただし誤って別のストレージを選択してしまった場合、データを損失してしまうため注意してください。正しいストレージを特定できない場合はシャットダウンし、使わない全てのストレージを取り外してください。ここで OS をインストールするストレージを間違えないように選択。デビアンアーカイブミラーの国は日本を選択。デビアンアーカイブミラーはデフォルトの db.debian.org を選択。次にプロキシサーバーを利用するなら情報を入力するよ。今回みたいに家庭内で使うだけなら何も入力しなくて大丈夫。しばらく待つとこのダイアログが出るので、インストールメディアを外して続けるを押そう。自動的に再起動されてこんな画面が出たらインストールは完了。ここに表示されている IP アドレスを覚えておこう。設定は同じローカルネットワーク内の別の PC から行うよ。ブラウザを開いて http://
://xxxx.com を、ここの xxxx がさっき覚えた IP アドレスだよ。打ち込めたらこんな画面が表示されるはず。オープンメディアボルトのワークベンチにログインしよう。デフォルトではユーザー名がアドミン、パスワードはオープンメディアボルトになっているよ。英語の画面が表示された場合は、右上のアカウントメニューからランゲージの日本語を選ぶと日本語化されるよ。ログインできたらセキュリティ上の観点からまずはパスワードを変更しよう。右上のアカウントメニューからパスワードの変更を押そう。変更後のパスワードを入力したら右下の保存を押そう。次に左側のメニューからシステムアップデート管理アップデートと進み、アップデートのインストールを押してオープンメディアボルトを最新版に更新しよう。次に IP アドレスを固定しよう。左側のメニューからネットワークインターフェースと進み、デバイスを選択して編集を押そう。 IPv4 のメソッドを DHCP からスタティックに変更して、 IP アドレスとサブネットマスクゲートウェイを入力しよう。DNS サーバーも入力して右下の保存を押そう。画面中央部に黄色い保留中の構成変更が出たら右側のチェックマークを押そう。しばらく待つと変更が適用されるよ。 IP アドレスを別のものに変更していた場合、ここでもう一度 http://xxxx と入力する必要があるよ。ここまでできたら右上の電源メニューから再起動を押して再起動しよう。再起動したらワークベンチに再度ログインしよう。次に NAS にログインする際のユーザーを作成しよう。左側のメニューからユーザーと進み、左上のプラスマークから作成を押そう。好きなユーザー名とパスワードを設定したら右下の保存を押そう。次に SSD をフォーマットしてドライブにマウントしよう。左側のメニューからストレージ、ディスクと進み、 SSD を選択して左上のワイプを押そう。 SSD 内のデータは消えてしまうので必要ならコピーしておこう。今回はレキサーの NM790 をクイックフォーマットしていくよ。次に左側のメニューからストレージ、ファイルシステムと進み、左上のプラスマークを押そう。今回はタイプは EXT4 にして、デバイスはさっきフォーマットした SSD を選択しよう。設定できたら右下の保存を押そう。しばらく待つとファイルシステムの作成が完了するよ。作成が完了したファイルシステムを選んで右下の保存を押そう。これでファイルシステムのマウントができたよ。次にこの中に共有フォルダを作ろう。左側のメニューからストレージ、共有フォルダと進み、左上のプラスマークの作成を押そう。共有フォルダの名前を付けたら、さっき作成したファイルシステムを選んで右下の保存を押そう。次に作成した共有フォルダを SMB で共有しよう。左側のメニューからサービス、SMB、シフス、設定と進み、一番上の有効にチェックを入れて右下の保存を押そう。次に左側のメニューからサービス、 SMB、シフス、共有と進み、左上のプラスマークを押そう。さっき作った共有フォルダを選択して右下の保存を押そう。これで作成した共有フォルダが Windows のファイル共有プロトコル SMB で共有されたよ。エクスプローラーを開いて `インストール時に設定したホスト名と打ち込もう。ホスト名はデフォルトだとオープンメディアボルトだよ。
ネットワーク資格情報の入力というダイアログが出たら、さっき作成したユーザー名とパスワードを打ち込もう。これで共有フォルダにアクセスできるよ。エクスプローラーに、:\xxxx と、IP アドレスを打ち込んでも、アクセスできるよ。共有フォルダを右クリックして、ネットワークドライブの割り当てを選べば、エクスプローラーの左側のショートカットから共有フォルダにアクセスできるようになるよ。次にベンチマークをやっていこう。前回同様、こちらのメイン PC からミニ PC の SSD 上に作成した共有フォルダに対してクリスタルディスクマークでベンチマークしたよ。上段は今回のオープンメディアボルト上でのファイル共有、下段は前回やった Windows 上でのファイル共有だよ。左から 1.0GB イーサ、2.5GB イーサ、2.5GB イーサ2つを SMB マルチチャネルで束ねた場合だよ。シーケンシャル性能はほとんど同じね。ランダム性能はばらつきが大きいから、ところどころ差があるけど、大まかには同じくらいだね。それじゃあ次に、実際のファイル転送を見ていこう。今回は、前回もやった 11.1GB の音楽ファイル、644曲のコピーにかかる時間を計測するのに加えて、1.40GB の動画ファイル8個、計 11.2GB の動画ファイルをコピーするのにかかった時間も計測してみたよ。さらに、メイン PC からミニ PC へのコピーだけじゃなく、ミニ PC からメイン PC へのコピーも行ったよ。その際のデータのやり取りは、メイン PC の MS950G75PCIe4、2TB を使用したよ。まずは音楽ファイルの移動から。上段がメイン PC からミニ PC へのコピー、下段がミニ PC からメイン PC へのコピーだよ。行数は3回計測した平均値だよ。2.5GB イーサを2つ SMB マルチチャネルで束ねると、移動がかなり速くなるわね。1.0GB イーサはさすがに遅く感じるね。次は動画ファイルの移動だよ。動画ファイルは音楽ファイルより全体的に移動が高速だね。ファイル1つあたりのサイズが大きいから、シーケンシャル性能に近い結果が出てそうね。SMB マルチチャネルだと、500MB/s 近い速度が出るから、SATA の SSD だとギリギリボトルネックになるかもしれないね。音楽ファイルと動画ファイルの移動速度をまとめたのがこちら。やっぱり動画ファイルだと理論値に近い速度が出るようね。特に動画ファイルの SMB マルチチャネルでの読み込みは 500MB/s 近い速度が出るのは良いわね。ちなみに前回の Windows 上での音楽ファイルの書き込み速度がこちら。比較すると SMB マルチチャネルはほぼ同じだけど、 1.0GB イーサと 2.5GB イーサはオープンメディアボルトの方が早かったよ。今回オープンメディアボルトに触れてみた感想をまとめるとこんな感じ。まず良い点はフリーの OS で日本語に対応しているところ、次に導入が簡単で GUI で設定が完結できるところ、さらに Windows と変わらない転送速度が出せること、また OS の容量が小さいので余った SSD などを OS 用のドライブとして使えるのが良いと思ったよ。古くて容量の少ない SSD を余らせてる人は遊びで入れてみるのも良さそうね。悪い点は、設定を変更するたびに、保留中の構成変更のダイアログが出て待たされること、OS 用のドライブとデータ用のドライブは別で用意する必要があること、次回はこのミニ PC の 2.5GB イーサを4本束ねて、10GBPS を出せるのか検証していくよ。このチャンネルでは今後も、PC やガジェット、遊戯王に関連する動画をアップしていく予定です。チャンネル登録やいいね、X のフォローなどをしていただけると励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。